アメリカハリス副大統領のフィリピン訪問の前中国共産党海兵局の船がフィリピン海軍と対決内幕習近平が秘密チームをアメリカに派遣デカップリングしないようにアメリカに求めるワールドカップの1万人と PCR の中国国民を比較著名人らが嘆く住宅市場の下落を懸念し上海富豪が現金回収を急ぐ カマラ・ハリスアメリカ副大統領は11月21日フィリピンを訪問し同国のフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領と会談し相互防衛のコミットメントを固めましたなお今回の訪問に先立ちフィリピン海軍は南沙諸島付近で中国海警局の船と衝突しました We stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines, armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke US mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. The upheavals that we are seeing, especially in the, uh, uh, not only in the region, but especially in the region, uh, this, these uh, partnerships become yeah. uh, even more important. Uh, the, the situation is rapidly changing. Yeah. Uh, we must uh, evolve uh, to be properly responsive uh, to that uh, situation. 22日にハリス氏は南シナ海に近いパラワン島に訪れパラワン島を訪れたアメリカ政府高官としては史上最高位となりましたハリス氏の訪問に先立ちフィリピン軍は南沙諸島のパグアサ島付近で海域で浮遊物を栄光していたところ中京海警局の船5203号に強奪されました フィリピン軍西部司令部のシェリル・ティンドン報道官は海面に浮遊していた金属片について最近フィリピンの領海で発見された中国製ロケットの残骸によく似ていると述べましたハリス氏のフィリピン訪問の目的について海外メディアは中共の台湾に対する主張が強まる中アメリカ・フィリピン関係の修復が目的の一つであると報じています 今年9月フィリピンのホセ・マヌエル・ロムアルデス駐米大使は台湾海峡で紛争が発生した場合フィリピン自身の安全保障に影響するのであれば米軍がフィリピンの軍事基地を使用することを認めると示し米軍とフィリピン軍が提供可能な地域を検討しており米軍に海軍基地を追加提供する可能性があると述べました次のニュースです 11月21日付のウォール・ストリート・ジャーナル紙は習近平政権がアメリカとの外交関係強化に向け秘密ルートで動いていると報じましたアメリカに対して関係のデカップリングを防ぐための誠意があり意思疎通の経路を見つける意欲があることを伝えているといいます バイデンアメリカ大統領と習近平国家主席は先週の14日インドネシアで開催された G20 サミットの前日に初めて直接会談を行いましたウォール・ストリート・ジャーナルはこの問題に詳しい情報筋の話を引用し中国は会談の数日前に上級政策顧問や企業・高級管理職からなる代表団をニューヨークに派遣し 保険会社のモーリス・グリーンバーグ氏が率いるアメリカチームと会談を行ったと報じましたウォール街の高級管理職は北京の権力者との間で常に特別な位置を占めており今年97歳のグリーンバーグ氏は今まで中共の古い友人の一人として知られています1990年代に中国が WTO に加盟した際同氏はアメリカ議会でロビー活動をしていた重鎮です 情報筋によると習近平国家主席は第20回党大会で3期目の政権を得た直後中共外交部傘下のシンクタンクによる秘密外交を直ちに承認したといいます習近平国家主席が秘密外交を承認したのは関係のデカップリングを防ぐための誠意があり意思疎通の経路を見つける意欲があることをワシントンに示すためであると報じました 習近平国家主席は米中間の競争激化に備えつつ二国間関係を安定させようとしているといいます11月10日から11日にかけてニューヨークのグリーンバーグの保険投資会社 CV スターカンパニーの本社に双方の代表26人が集まりました中国側は台湾問題とハイテク規制の緩和という2つの革新的な問題を提起しました 参加者によると1日半の会談で双方は台湾問題での相違点や両政府の協力可能な分野について議論したといいますアメリカ代表団は台湾海峡の平和の必要性を強調し中共代表団は台湾が最終的に大陸と統一されることの重要性を強調したといいます 参加者によると中国チームはロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮問題などの地政学的な問題で中共政府がワシントンと協力する可能性を示唆したといいますその条件は台湾問題など中国側の革新的利益を尊重すること中国企業へのハイテク製品の販売制限を緩和することだったといいます会談後双方は次の会談を来年中国で開催することで合意しました グリーンバーグ氏の上級アシスタントは、バイデン政権がこの交流活動についての説明をすでに受けたことを明らかにしました。この活動は、グリーンバーグ氏が政府や企業のリーダーを招いているニューヨーク州北部の人里離れた草原にちなんで、モアファープロジェクトと名付けられました。この会談に続いて行われたのが、バイデン習近平会談です。 11月14日バイデン大統領と中共の習近平国家主席は3時間にわたる会談を行い会談後の声明から人権台湾経済貿易問題ウクライナ戦争北朝鮮などの問題について話し合いましたがそれぞれが言いたい言葉を語り合意には至らなかったことが示されました両者の唯一のコンセンサスは米中関係の悪化が続くことを避け少なくとも紛争の勃発を回避延期することでした 次のニュースです。中国共産党官営メディアが先日数万人が集まるカタールサッカーワールドカップの模様を放送したことで封鎖管理が実施されている中国国民を再興させました中国の著名な評論家である両孝達氏は「対比がなければダメージはない」「3年間も封鎖管理されそのような自由な日々が欲しい」と述べました ニュース番組「世界十字路口」の司会者唐晃氏はツイッターで一方はノーマスクで数万人が集まり歓声が上がるワールドカップの映像ともう一方は炎天下の中マスクをした中国国民が PCR 検査のために長蛇の列をなす映像を投稿しました当氏はワールドカップが始まると中国人は国外の至るところでマスクもせず数万人が密集している映像を見ることになるが 党は中央政政政府ををしてていいいるゼロコロコナ政策にに泥を塗ったととう政治に問うう治問のだろうかと述べています中国のインフルエンサーであるラ・エイコーシュは中国版 LINEWeChat で「ワールドカップが途中で放送されなくなる可能性はあるか何しろ何万人何十万人が一緒にお祭り騒ぎをしているのを閉じ込められた家で多くの人が見て疑念が生じるのは仕方がない」という懸念を発しました。 同じような懸念は中国の著名な評論家で個人メディアのキャスターである両光達氏も示しています中国でのワールドカップの熱狂を意識的に抑えている潜在的な力を感じていると直言しました理由は簡単で世界中が回復したのに中国だけがまだ意地を張っているからです

你甭管说他那可能带来什么危害，起码从形态上来讲，咱们三年呐被疫情封控的，想过那种自由日子，没有对比就没有伤害嘛。所以这种东西，那对于意识形态、对于维稳来说，它就不利呗。最后 香港市サウスモーニングチャイナポストは20日ますます多くの不動産所有者が現金を回収し中国大陸を離れる計画をしており上海の住宅市場は螺旋式に下げ足が続きそうだと報じました現地の住宅管理局の公式サイト f a n d y c o m CN のデータによると10月末の中古住宅未販売件数は約13万5400件で前月比7.8%増となりました 現地の不動産業者の公開情報によるとこの数字は2021年末に比べ30%近くも高くなっているといいます歩シン区の不動産会社我愛我家の総玉林シニアマネージャーは地元の不動産市場の低迷が続くことにかけて不動産資産を売却しようとする富裕層がますます増えていると述べました またそのほとんどが移住を考えているか資産の一部を海外に割り当てることを計画しているとのことです中古住宅の在庫が増えたことで上海の不動産市場に悲観的な見方が広がっています上海市民のエディ・ジョーさんは家族でポルトガルに移住する予定で1000万元以上約2億円の価値がある高級住宅を売りに出すと言いました 住宅価格の下落傾向が形成されつつあり市場のさらなる低迷を避けるため一刻も早く取引を成立させなければならない上海や中国の中流階級の人々は経済の先行きに不安を感じ今後数年でさらに中国を離れるだろうと語りました 中共国家統計局は11月16日10月の主要70都市の住宅価格指数を発表しそのうち上海の中古物件価格指数は前月比0.4%下落し今年初めての下げ幅となりました中共第20回党大会以降中国経済市場の見通しはさらに悲観的になっています中国不動産業界の女性富豪で流行集団の後阿軍元 CEO が辞任しアメリカに渡りました このニュースが報道された後台湾の在新メディアのシャッキンガ代表取締役はフェイスブックで中国大統領不動産富豪が次々に船から飛び降りるとコメントし中国ではますます多くの不動産王が逃げ出すことを選択していますがそれも難しくなってきていると述べていますシャッキンガ氏は呉ア軍のほか最初にアメリカに逃げたのは双方中国の反ン・セ夫妻で 次に中国富豪上位に入る壁経営のよう親子だと話しますさらに株式が取引停止されたセモ不動産の創業者キョエイも不力不動産の李シレンも中国を去りました中国の有料不動産会社と言われた不力はここ数年年間100億元以上の利益を上げていましたが 今回は株価が23.85香港ドル約430円から1.08香港ドル約19円まで下落し持ちこたえられなくなったようです。国外に逃げていない広大集団の協会員会長、ワンダ集団の王健林会長は逃げられなくなったのかもしれません。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，絕對唔會放棄，我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋 patron，我係 Zack，下次再同大家見面。